ひそひそと秘技の間で。廊下渡りはしご上りドアを四つくぐるとそこは秘技の間聞いて誰にも言えない話。前髪5ミリ切っても何も言われない。別にいいけど誰かには言いたい。赤い壁の人たちはひぎで忙しいから、話半分で適当なこと言う。いいんじゃない、似合ってるし。ひそひそとひひぎの間で、ひぎの間聞いて誰にも聞けない話。やっぱりいつか終わりが来るのかしら。答えはあるけど誰かと話したい。赤い壁の人たちはひぎで忙しいから、気もそぞろですんごい適当なこと言う。そうね、でも火山ですら絶やせなかったものもあるし。ひそひそと秘技の間で、ひそひそと秘技の間で。